ですね。そうですね。キックオフです。楽しみな試合ですね。ここでキーパーへ戻す。ちょっとコースが甘くなったか、カットされます。アンジェロ、相手のゴール前でパスを回します。リードを奪いたい。アンジェロ、綺麗な弧を描いた。一旦防がれはしたものの、こぼれ球をゴールへと押し込みました。キーパーはアンラッキーでしたが、あの位置にいたからこそ生まれた得点です。時計はまだ前半7分を指したところです。早くも先制点が生まれました。クロス来た。ヘッドでのシュート。副審がコーナーフラッグを指します。キーパーがボールを処理してピンチを出しました。サイドへ展開。ボールパーソンからボールを受け取ってスローインに入ります。パスコースにはディフェンスがいます。組み立ては良かったんですが、相手ボールになります。このボールは外に出てスローインでの再開となります。このスローインはうまくいきません。ボールをキープできませんでした。キーパーに戻します。サイドへのパス。ここでためを作ります。ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。ディフェンダーを抜いた。ボール、ホイッスルが鳴ってファール。フリーキックとなります。同点ゴールか。タッチラインを割りスローインです。さあスタッフファールになりました。イエローもありますか。これは止められます。としました。ここはどうするでしょうか。サイドへ展開していきます。出しどころが見つからないか。ボールを取りました。さてどうする。
危険な位置です。緊張感が増してきます。ダノキア、ボールが中盤でカットされました。パスをじっくり回してディフェンスのほころびを作り出そうとしています。シュート、止める、止めます。パスは頭でつなぎました。さあスローインでの再開です。ミッドフィールドでボールを取りました。ボールを奪った、いいタックルでした。ボールを回しますがなかなか崩れません。これはうまいインターセプト、攻撃を断ち切りました。ボールをキープできるか。ロングシュートを狙いましたがこれは外れました。思い切ったプレーは大切ですがもっとよく狙って打つべきでしょう。ボールは再び足元へ戻されます。ちょっと消極的なパス回しです。ルーズボールです。ボールはどっちだ。ダノキア、アンジェロ、キーパーきっちりとボールをキャッチ。このパスはダメでした。通りません。後半戦キックオフ、ハーフタイムに監督から何か指示が出ているでしょうか。戦術の変更にも注目です。ガラ、あっとこぼれた、面白いボールが出た。あっと、ボールは再び足元へ戻されます。じっくりと出しどころを探します。攻撃がここで止まりました。相手ボールです。横に振ります。サポートの選手も寄ってきた。さあ上げたい。絶好のシュートチャンス、ダノキア、ボールへの寄せが非常に速い。ダノキア、いい形でゴール前まで持ってきました。戻します。
ボールを取った。どこへ出すのでしょうか。アンジェロ、このシュートを弾いた。パスコースにはディフェンスがいます。サイドへ、ボールはどうだ。ここはうまく取りました。よく見えてましたね。どんどん抜いていきます。独特のリズムがあります。出足が鋭い。カットします。スローインになりましたが、ピンチが続きます。このスローインはうまくいきません。ボールをキープできませんでした。タックルでボールがこぼれました。危険な位置です。緊張感が増してきます。守備への切り替えが早い。ここで止めます。アンジェロ、ラノッキア、チャンスになるか。強い。体をうまく使います。ボールを取った。ルーズボールになっています。さあ、スタジアムのテンションが上がります。振り抜いた。コーナーからゲームは再開です。あそこは見ておきたいですね。中にボールが入る。頭でのシュート。このボールキャッチします。ホームサポーターが懸命にチームを盛り上げています。同点に追いつくことを信じていますね。選手たちもこの応援に応えてほしいですね。時間は少なくなってきました。フリーキックのチャンスを生かしたい。ボールを運びゴールに襲いかかります。ボールを奪いました。さあ、どう組み立てるか。タックルでボールがこぼれました。ルーズボールです。ボールはどっちだ。いい形でゴール前まで持ってきました。
失うのはまずい。ラノッキャー入った。これはナイスシュート。これは自力の差が出てしまった形になりました。この得点差を考えると選手も流し始めるのかと思いましたが、貪欲にゴールを狙っていますね。プロらしい姿勢だと思います。相手のシュート。スコアは2対0。試合終了のホイッスルが吹かれました。チームはこの試合に敗れています。